ケソンプティケソンプティはフィリピンのカッテージチーズ。すなわち熟成させないフレッシュチーズである。ラグナ州で盛んに作られることからラグナチーズとも呼ばれる。その他、ブラカン州、カビテ州、セブ州、サマール州、レーテ州でも在来水牛のミルクを利用したケソンプティが加工されている。しかし、ごく限られた人々がケソンプティの加工に従事している。 ラグナ州では、加工業者が道路沿いの出店で、ケソンプティを販売し、行商人も、ケソンプティを、ラグナ州近郊に運ぶ。ラグナ州では、ケソンプティが名物であることから、毎年ケソンプティフェスティバルが開催されている。首都マニラの大型デパートで売られる、ケソンプティ。タガログ語で、ケソはチーズ、プチは白であり、白いチーズを意味する。カビテ州では、キャザリオ、 セブ島では、ケシオなどと呼ぶ。いずれもスペイン語のケソに由来する。キメの細かい絹ごし豆腐のような食感を有する。一般に加工地域内で流通するケソンプティは、1個につき20から30ペソで販売される。自家消費されることは、ほとんどなく、主に現金収入源として加工されている。ケソンプティは、生産地及びその均衡だけでなく、 首都マニラの大型デパートなどでも売られている。しかし、販路の拡大に、従来の在来種の水牛のミルクの量では追いつかず、ブルガリア、インド、ブラジル、アメリカ、イタリアなど外国から輸入した乳量の多い村あたね、またはカラバオとムラー種の交配種のミルクを使った、ケソンプティの加工が進んでいる。ケソンプティの加工地域も、ルソン島、ビサヤ諸島、 みんななおとに拡大している。具体的には、フィリピン水牛研究所が管轄する、次の各地域でも、ケソンプティが加工されている。ルソン島北部北イロコス州、カガヤン州、ラウニオン州、中部ヌエバイシハ州、南部ラグナ州、東ビサヤ地方レーテ州、西ビサヤ地方、いろいろ州、いろいろ島と、西ネグロス州ネグロス島、中央ビサヤ地方ボホール州ボホール島、 ミンダナオ島西部北サンボアンガ州、中部ブキドノン州、南部北コタバト州である。水牛研究所本部は、ヌエバイシハ州に位置する。フィリピン水牛研究所本部。ヌエバイシハ州。ケソンプティをはじめ古くからの水牛のミルク利用は、東南アジアの中でも、フィリピンとインドネシアで発達してきた。ケソンプティは、カラバオという水牛の父を原料とし、16世紀から、 作られていた。スペイン統治時代に、スペインから、チーズの製法が伝わったと見られる。15世紀初頭のフィリピンは、家畜のミルクの利用を行わない、非乳利用文化圏に包摂されていた。15から16世紀には、カラバオは、ご馳走として、肉の利用が行われていた。しかし、17世紀のセブ島では、中国からもたらされた人慣れしたカラバオからミルクを、絞り、 中国人がカラバオを用いて大量のチーズを加工して売っていた。19から20世紀の首都マニラにおいてもカラバオのミルクが行商人によって運ばれていたが、ミルクの品質や汚染が問題であった。都市部の乳幼児の死亡率が高かった主な原因はミルクの汚染であったと報告されている。首都マニラでもこのようにカラバオのミルクを飲む観光はあったが、 ミルクの混入物汚染により拡大しなかった。ルソン島のラグナ州やセブ島では、レンネットルソン島のブラカン州とカビテ州では作酸,酸を凝固に用いており、この二つに製法は大別される。前者は少し甘苦く、後者は塩味と酸味、ミルクの味が混ざったような味とされる。レンネットを使用した方が、ゲソンプティが上質に仕上がるという。ただし、 レンネットは気象部位であることから今日ほとんど用いられない。ケソンプティを販売する出店、ラグナ州。ケソンプティを売り歩く行商人、ラグナ州。水牛は全世界の保有頭数の96%がアジアで飼育されており、そのうち2005年の時点でフィリピンは1.9%を占める。中でもカラバンは東南アジアにしかいないため、ケソンプティは 同地域に固有のチーズである。一方で、カラバオは牽引用家畜としての位置を占めている。乳牛としての水牛は絶対数が少ない上、農業機械の導入によって水牛の飼育は減少傾向にあり、ケソンプティの生産は家内工業レベルの小規模なものに留まっている。それは、カラバオが年間150から200日間程度しかミルクを 分泌しないことにもよる。しかし、フィリピンでは、乳用水牛の個体数は増加傾向にある。カラバオからは1日平均1リットルほどしか乳が得られないが、乳脂肪は10%を超え、タンパク質も多い。このため、ケソンプティは、チーズの中でも栄養が豊かである。水牛のミルクの栄養素は牛乳を上回り、チーズに加工することで、 より栄養価が高まる。特に、タンパク質と乳脂肪に加え、エネルギー、カルシウム、リン、鉄分、レチノール、ビタミン A、リボフラビンを多く含有する。同時に、水牛のミルクからケソンプティを加工することは、それを賞味する楽しみだけでなく、乳頭付帯への対応手段であると考えられる。近年では、乳量が1日平均5リットル程度の村あダねの利用が、 水牛研究所の指導のもと休息に進んでいる。ムラー種は年間305日間程度搾乳が可能である。なお、地域によっては、ゲソンプティに加え、水牛のミルクを使ったパスティリアスというアメガシが盛んに加工されている。カラバオの搾乳の様子。サマール州。収穫したカラバオ乳はチーズフでろ過し、70摂取80度で2分間処理する。 パスチャライゼーションによって加熱殺菌を行う。室温まで冷却されたら2リットルの乳に対して0.5リットルのレンネッ熱液を加える。レンネッ熱液は洗浄した格子の第4位を室温の保衛に一夜つけるか5日間水につけて調整する。これがカゼインミセルを溶解しにくくし沈殿を助ける。またラグナ州では格子の胃袋の代わりに 鶏の砂のを用いる地域もある。父に、レンネット液を加えて30から60分経つと、カードが生成されるので、網目のある容器に移して1時間ぐらい置き、ホエーを流出させる。このカードをバケツ状の容器に移し、食塩を加えて強く手で攪拌すると、とろみのある液体になる。バナナの葉で作った4から5センチメートルの、角形容器に、これを流し込み、 しばらく放置してから再びホエーを除く。バナナ用で蓋をし、それを数個まとめてビートルナッツの乾燥した歯で包んで完成となる。より正確には乾燥した貧ジ樹の樹皮から加工した四角形の枠を干渉剤にし、それに4つのチーズを収め、バナナの葉で梱包して紐で包みを縛る。このようにしっかりとケソンプティを梱包するのはラグナ州のみであり、 ケソンプティを売り歩く行商人や、それを購入する人々の移動に耐えるように供されている。ケソンプティの加工、カビテシュー。収穫されたカラバオニューは2時間以内に製造に回される。溶石3 0トルほどの小さなコップに土を入れ、40摂氏45度に温めた酢酸液に投入する。なお、酢酸液は1ガロンの水に対して、 作酸 50ml を加えて約1.2%に調整し3から4回使用したら交換する。直ちに凝固するので小型容器に入れてキネで成形し食塩水に入れて30から60分ほど浸滴させる。この食塩水は3リットルの水に対して1リットルの食塩を加えて作る。1個ずつ内し数個まとめたケソンプティを バナナの葉に包んで完成となる。一軒の農家で1日に100リットルのカラバオ乳を使い、5000個のケソンプティが作られる。ありがとうございます。